それでは勝利ジョッキーインタビューです。ジュニアグランプリを見事トワイライトウェイ号で優勝いたしました落合源太騎手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございました。今の気持ちを教えてください。そうですね、盛岡の芝で勝つのは初めてなのですごく嬉しいです。今日、馬にとっても初めての遠征だったと思いますけど馬の状態どうでしたか？そうですね、販路の追い切りも最終追い切りも今までの時計もかなり詰めて本当にいい動きしてたんで馬の状態は本当に良かったと思いますし、パドック歩いてる感じも同泳にいる時と変わらず落ち着いて歩けてたんでかなりいい状態でレース臨めるんじゃないかなとは思ってました。今日はレースの方は、内をずっと通って、最後の直線の、途中まで、内を通ってくるという形になりましたけどこのあたりはレース前から想定していたんですか？内目の枠引いたんで内回ることにはなるとは思ったんですけど位置取りに関しては、ある程度前にはつくだろうなとは思ったんですけど調教師からは何番手でもいいって言われてたんで、ある程度すっと馬の行く感じに任せていって着いたところで競馬しようと思ってました。最後外に出してから切れましたね。そうですね、最後いい足使ってくれました。落合源太騎手、全て手綱取ってると思いますけど芝に関して適性どのように感じましたか？そうですね、ダートではダートでも1着2着と来てくれてたんですけど最後の伸びがちょっといまいち手応えの割には伸びがあんまり良くないなっていう感じだったんですけど芝に変わって道中の折り合いも良かったですし追ってからの反応もかなり良かったんで芝の適性はかなりあるんじゃないかなと思います。それでは落合源太騎手最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。今日はトワイライトウェイ号の応援ありがとうございました。これからもまた次だとか芝使うどっち使うか分からないんですけどまた応援してあげてください。今日はありがとうございました。落合源太騎手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。それでは引き続き、表彰式の方を行いたいと思います。JRA 認定競走 JA 全農岩手ダーレージャパン協賛第25回ジュニアグランプリ M1 の表彰式を行います。まずはじめに優勝馬トワイライトウェイ号の関係者の皆様ご紹介いたします。馬主吉田照也様、生産者社大ファーム様、調教師田中淳二様、騎手落合源太様、厩務員田中優馬様でございます。はじめに JA 全農岩手賞の授与でございます。代理といたしまして滝山開催執務委員長より優勝馬関係者に対しまして岩手純情米銀河の雫が贈られます。それでは馬主様です。おめでとうございます。続きまして調教師に贈られます。おめでとうございます。落合源太騎手です。おめでとうございます。厩務員田中優馬様です。おめでとうございます。続きましてダーレージャパン株式会社賞の授与でございます。代理といたしまして滝山開催執務委員長より馬主に対しましてフォークビル号の種付け権利が贈られます。おめでとうございます。続きまして岩手県馬主会会長賞の授与でございます。一般社団法人岩手県馬主会会長山本武史様より馬主に対しまして商品券が贈られます。馬主吉田照也様、おめでとうございます。続きまして盛岡市長賞の授与でございます。盛岡市財政部次長阿部俊幸様より馬主に対しまして小鉢と日本酒セットが贈られます。馬主様に贈られます。おめでとうございます。
最後に開催執務委員長賞の授与でございます。滝山開催執務委員長より優勝馬関係者に対しまして記念品並びに花束が贈られます。馬主吉田照也様、花束贈られます。おめでとうございます。続きまして田中淳二調教師、おめでとうございます。落合源太騎手に贈られます。おめでとうございます。田中優真厩務員に贈られます。おめでとうございます。お集まりの皆様、関係者の皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。以上をもちまして表彰式を終了いたします。本日誠におめでとうございました。